静かなる防衛の時間です。岩屋大臣が初めて最新鋭潜水艦昇竜を視察。今呉基地に昇竜が配備されています。まだテスト中の潜水艦、最新鋭潜水艦です。ディーゼルプラススターリングエンジンプラス電気推進、この組み合わせでは最後の潜竜型潜水艦となります。次期王竜からはリチウムイオン電池に切り替わり、スターリングエンジンは廃止になる。もう決定事項です。ディーゼルプラス電気推進に変わる時代革命です。昇竜はディーゼル、スターリングエンジン、電気推進、最後となります。岩屋防衛大臣、6月22日に呉基地に視察しています。呉基地は広島に構えられています。昇竜の特徴は ステルス性、ステルス特性に優れているという点です。作りが改善されてるんでしょう。溶接や各種ボディの作り方が以前とはやはり進化していると考えられます。特殊な加工が施されている、そんな感じにも見受けられます。ステルス特性に優れているということは静か、音が出ない、レーダーに反応しないということはなおさら見つけれないということになります。
通常動力型潜水艦では世界一位と言われている性能を誇る日本の操縦型潜水艦です。その10番艦最新鋭潜水艦の中のトップと言えるでしょう。昇竜が引き渡されたのは今年の3月。3月に引き渡し、海上自衛隊の方で テストが行われています。全長84メートル、乗員65名、最小人数での任務が可能。やはり機器類も高性能になってきつつあり、海上自衛隊の人手不足もこれで解消できます。日本どの企業でも人手不足が取り沙汰されていますが、やはり自衛隊でも同じことが言えます。建造費は560億円。やはり高額、かなり高いと言えます。しかし、それだけではない。やはり性能は世界一。高額になるのは当たり前ですね。次の横流のリチウムイオン電池プラスディーゼルエンジンの組み合わせも楽しみですが、この昇竜のボディ構造もまた楽しみな点も数多くあります。 AIP スターリング電気、蓄電池ですね。この組み合わせですが、やはり低出力という点で、いざという時のハイパワーが少し足りないかなと。この欠点を埋めるために次期横流は生まれ変わろうとしています。岩屋防衛大臣も視察し、昇竜の素晴らしい作りを感じたものと思われます。昇竜は川崎重工業が製造、次は三菱が横流を作ります。
毎年交互に作り上げているので交代交代ということですね。このここだけ取れば横と縦にしたような奇妙なマッチングになります。川崎重工業、三菱重工業、ひっくり返して同じという意味合いもあるんでしょうか。いわゆる防衛大臣の視察によってますます潜水艦の高性能化、フルスペック化が進められるでしょう。今日のご視聴ありがとうございました。新しいチャンネル作ったんで説明欄覗いてみてください。